どうもメリッサです。今回はペタジーニ選手を使ってリアルタイム対戦の方やっていきたいと思います。このペタジーニ選手3年ぶり4年ぶりの登場となってると思うんですけど、 OB2 段の30連目で獲得することができました。その時の A ランクを奇跡的に2枚残しておりましたので、レベル72で今回使用していきたいと思います。前回登場した時より強化されておりまして、弾道パワーヒッターミート82パワー84というのは変わらないんですけど、特殊能力に広角打法がついたんですよね。パワーヒッター広角チャンスというね、パワーヒの中なら最強の特殊能力3つ掛け合わせておりますので、これはね結構期待できるんじゃないかなと思います。ペタジーニ選手の良さは守備にもあるんですよね。ファースト適正66、これ結構高いですよね。ファーストって B に乗る選手がほとんどいなく、66でも結構高い方でございます。補給も特殊で B ということで、ファーストの守備の総合力で言ったらかなり良い方ですね。ということで今回はペタジーニ選手がチャンスを持ってるということで、1番糸井選手でチャンスメイクして、2番ペタジーニ選手で返す、で3番に今回は石毛選手を置いてきたので、今回もねランク戦張り切ってやっていきたいと思います。それでは1試合目の方どうぞ。さあ1試合目のやっていきたいと思います。糸井選手でチャンスメイクしてからペタジーニ選手に回していきたいと思うんですけど、ペタジーニ選手特殊能力全発動したらパワーカンストするのかな、するかパワーカンストの、いやーライトライナーか、いやオッケーオッケー、強い強い強い。パワーカンストのミートもこれチャンスで90乗りますね。そんぐらい強い能力してるんで、ちょっと1打席目頑張ってやっていきたいと。えぐ今の打球で、バッティングホームも結構独特ですね。まあでも結構打ちやすい、結構打ちやすい、結構打ちやすいと思う。いや、いけるっしょ。うわー、完璧すぎる。え ?1 打席目から超完璧なホームラン打っちゃったんだけど。え、こんなことある？今のバッティングホーム初めて見たわ。何今、なんかゴルフみたいな打ち方したやん。うん。あー、気持ちいい今のホームラン。完璧なんだけど。特殊能力発動すれば、もう最強クラスに強いわ、これ。いやーありがとうございます。いやー完璧や。ペタジーニ最強やん。ってことで2試合目の方やっていきたいと思います。結構カットしてる試合もあるんですけど、特殊能力がいい感じに発動してくれて、ペタジーニ選手の使用感結構ええ感じですね。この試合もねちょっとね特能全発動を目指してちょっとねやっていきたいと思います。とにかく、チャンス20丸じゃなくて特殊能力のチャンスを見たいんで、糸井さんマジでチャンスメイクしてほしい。いやーオッケーオッケーオッケー、ホームランいっちゃったけど、まあいいや、オッケー。特殊能力ナイス。いや結構やっぱパワーヒット広角はいつでも発動するんで、結構安心安全ですね。さあ今回もちょっとホームラン狙っていきたいと思います。オッケーナイス。危ねえ。やっぱこのバッティングフォームいいわ。このゆったりした感じ結構ね好きな人多いと思うわ。オッケーナイス。体とストライクゾーンが離れてるし、これ結構好きな人多いんじゃないかな。よしよしよし、3ボール。さあ狙うよ。絶対ストライクるでしょ。オッケー。いやーちょっと力んでる。特能全発のとこも見たかったけど、まあ次にお預けやな。オッケー、これで。いやーオッケー、危ねえ。ナイスバッティングではある。うん、ちょっと詰まっちゃったわ。さあで3番石毛選手、 OB 第2弾の、2、3番コンビですね。今回の OB はランキングを走っていて、岩隈さんをねランキングで獲得予定なんですよ。だから OB 2弾の補強はとりあえずこれで終わりかな。いやーサードゴロか。30連でペタジーニ選手で、累計で石毛選手で、岩隈選手はオリックス純正の先発ローテーション5番手に絶対入ってくるんで、獲得必須かなとは思ってます。いや沢村さんちょっと待って。マジで強いんだけど。抜けれ。いやさあ3試合目のやっていきたいと思います。相手ピッチャー村山選手ね、嫌なピッチャー来たね。とりあえず広い札幌ドームなんで、糸井さんこれツーベース打ちやすいはずなんよな。マジ1回もチャンスの場面でペタジーニ選手に打席回せてないから。マジで動画の趣旨がちょっとずれちゃう。チャンス発動するだけでミートパワー5ずつ上がるんで、それだけで打ちやすさ全然違うと思う。オッケーナイスバッティング。ここ盗塁するか。もう12球団の選手ってオッケー特能ナイス。盗塁マジしにくいからね、もう失敗してもいいや。あ、ノーマルか。あーダメだね。普通に打ちに行けよかったな。札幌ドームでもホームラン打てることを証明していきたい。最低長打警戒いい。オッケー、おいナイスバッティング、打ちやすい。オッケー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 。たまに来るストレートをしっかりと捉えていくと
いやこれもしかしたらヤクルト純正の方結構必要なんちゃう。ペタシーリ選手守備も結構上手いんで、もうド安定ですね使用感。いやーマジでナイスバッティング。パワーヒッターの選手でこれだけ打てると思わなかった。で石毛選手も広角ライドラの力を発揮していく。ヤクルト純正のファーストは、まあ、広沢選手だったり村上選手が候補になってくるかなと思うんですけど、最悪ねライト広沢選手でセンター雄平選手に、でサード村上選手、ファーストペタジーニという組み方もできるんで、ヤクルト純正の方はベンチまで含めるとね、やっぱペタジーニ選手は獲得マジでありなんじゃないかなと思いますね。ちなみに僕もヤクルト純正めちゃくちゃ組みたいし、ちょ一旦組んでみたんですけど、雄平選手と池山選手持ってなかったんで組めませんでした。はい、うん、マジで最悪。雄平選手獲得した後に狙い撃ちで池山選手取る予定だったんですけどね。うん、ヤクルト純正は OB 集めるとバッティングほんまに強くなるんで、よし、OK、内線。だってセカンド山田哲人、ショート池山、サード村上、ファーストペタジーニ、キャッチャー古田みたいな感じでしょ。マジで強いっすよね。よし、OK、ナイスバッティング。よし、OK、村上選手ナイスバッティング。さあ7点差で1番の糸井選手、2番に置くとねここがむずいんすよね。2打席目回す難易度が高いんで、糸井さんでここはぜひともチャンスメイクをしてもらいたい。あー待って、ツーベースを打っていきたいとこなんですけど、よし、いやうわーもう結局回らんやんけ。もう何してん。サムネのために特納全発動お願いします。ペタジーニ選手 A ランク、今回は1枚も当たってないんですけど、いや3年前の俺マジでナイスすぎない。 A ランクをしっかり、外国人 OB の時ですね、その時の A ランクを2枚しっかり取ってあったんで超2にすることができましたね。いやーファーストライナーか。いやこうなるとね、特納はもちろんチャンスは出ませんよと。でも広角打法でパワー87まで上がってるんで、いやこれは強い。 OKOKOK。 いや行ったでしょ。いやえぐい。おホームラン何本打つのこれ。いやかっこよすぎるだろこれ。えぐ、チャンスとかいらないわ。特納いらないわ。うん、1個でいいです、強すぎて。うん、特納強すぎて、ペタジーニ選手特納1個でいいです。はい、いや広角あればやっぱいいな。うん、あーちょっと夢も希望もないこと言ってるけど、いやー、え、岡本選手守備うま。さあ5試合目のやっていきたいと思います。特納全発動でミート90パワー99か。いやそのシーンちょっと見たいけどな正直。よし、 OK、 OKOKOK。 吉野さんがツーベースにしてくれたわ。うん、 OKOK。 いやチャンス、広角出ないんかい。でもパワー98ですね、高い、十分ホームラン狙える。よし、内線。いやこの呼び込むバッティングもめちゃくちゃ好きやわ。ボールおいで、ボール来ていいよっていうバッティングフォームしてますね。うわー入ってるか、えぐ。ちょっと待って、集中。さあ6試合目のやっていきたいと思います。まあ、さっきのはね何も見なかったことにして、まあ、気を取り直してね、ランク戦の方引き続き楽しんでいきたいと思います。いやーやっぱねちょっとね、よしメイン選手はね力んじゃうよね。うん、いや特の名もですか。うん、まあとりあえず走るか。うん、とりあえず走ろう。ちょうどもう何も考えず、よし、 OK、 ナイス、やっと盗塁成功した。チャンス発動でパワー86ですね、これが強いんやな。わあ、普段はね絶対盗塁なんかしないんですけど、こういう時の糸井さんはマジでありがたい。よし、さあ横浜スタジアムならホームラン打てるんじゃないか。 OK、 いやー OK、 いやーえぐすぎ。今マジでさ打った後回ったよ、裏確定演出みたいなの出てたわ。マジでナイスバッティング。いやーマジでペタジーニ選手パワー高いから打ちやすいわ。いやーホームラン率異常ですね。極みじゃないのに、極みでも何でもないけどホームランを量産していく。いやー30連で当たってくれてありがとう。あと A ランクを残していた過去の俺マジでナイス。さあ7試合目のやっていきたいと思います。いや最近の撮影時間長いなマジで。うん、まあ合計で7、8試合やってますね。 OK ナイスバッティング。さあここも盗塁するか。 OK 攻撃打法発動してくれたのはナイス。うん、盗塁多分成功しないけどね。うん、普通にサグッと空振り、いけ、よし、 OK、 チャンス。あー大金出てる。もうなんやねん、もう大金出ないでよ。 OK、 こ
超えるでしょ、超えてくれ、よーし、オッケー、ナイスバッティング。いやー結構さ、ライト方向じゃないや、レフト方向に強い打球飛んでくれるのがマジで嬉しいんだよな。なんかパワーヒじゃないような飛び方する気がする。うん、オッケー、石毛選手も俺の人かましていく。やっぱパワーが高いからかなとは思うんですよね。まあ僕の勝手な予想なんですけど、それと人生も夢ではなかったですね。よし、コールド勝ち。さあ試合目のやっていきたいと思います。まあ先ほど話した通りランキングで岩隈さんを獲得予定なんですが、いや岩隈さんを使うのもめちゃくちゃ楽しみなんですよね。まあ楽天バージョンの方が強いとはいえ、まあ、完璧な投手陣を今組めるってわけじゃないので、よし、オッケー、糸井さん、ナイスバッティング。さあ2者連続ホームラン行こうぜ。パワーヒット発動。まあ岩隈選手はね、先発ローテーション考えると絶対必要ですね。あー入るよね。いや今のもったいないな。入るよね。今の打ってもね、なかなかホームランにならないと思うんだよな。よし、オッケー。ああ怖い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 。インコース、こうインコース。インコースならマジで打てる気がする。オッケー、ナイスカット、ナイスカット。いや結構際どいだからねここ。オッケー、ナイスセン。そこもしっかり加味していくと。シト入る？来たー。ホームランしか打てないこの男。俺がもしかしたら上手すぎるのかもしれない。ご視聴ありがとうございました。